はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。竹田塾の講師が実際に合格した勉強法を紹介する、この企画ですが、今回はですね、京都校の方から、撮影しているんですが、今回、大阪の天王寺の方でですね、先生をやっている、講師が、来てくれましたので、早速インタビューしていきたいと思います。天王寺校の森田先生です。では自己紹介よろしくお願いします。森田大地です。支社大学商学部今通ってます。はい、学年は、3回生です。3回生ですね。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、3回生ってことなんで、はい、実際入試したのは2014年度、はいはい、の入試ってことで大丈夫ですかね。はい、現役浪人はどちらですか。現役です。現役ですね。ちなみに同志社以外に合格者大学、もしくは同志社の他の学部受かりましたみたいなのってあったりします。同志社大学は、はい、法学部と、はい、経済学部と、はい、政策学部と、はい、社会学部とで、はい、今言ってる商学部受かりました。であと関西大学は、はい、商学部と社会学部が受かりました。なるほど、同社大学めっちゃ受けてるんです、はい、なるほどなるほど。じゃあその入試で実際に使用した科目っていうのは、まあ、文系なんで英国と、はい、あとは何か、日本史です。日本史、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。ではそんな同志社いっぱい受かってる、森田先生にですね、はい、まあ、同志社の勉強どうやってやったのかぜひ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。